これな、多かったん、コメントで、あゆみさんとの動画上げてくださいみたいな、めっちゃ多かった。なんで？それは知らん。何も思んないや。ん？おもろいか？なんかおもろいんやって、だからそれ今日回そう思って。で、2人ともベロベロやし、編集マンによりも何喋ってもいいやん、これ殴ってもいいから人を。はい、だからそれを軸に置いて6年間の思い出、ある？なんかあの6年間の思い出一旦考えよう、チックタックしよう。もうカラー毎日思い出やん。毎日思い出やけど、強いて言うならなんかあの、いや自分の思い出よ。俺はな、一個だけなんか思い出というか、うん、あるわ一個。付き合えてた時は泉に住んでて、で吉本とか終わって学校も終わって大阪の堀江っていうところに住むことになって、その時に堀江に住むかなって言って、うん、であゆは泉のとこ住んどって、俺もそこに住み出して、食器置きとかいわゆる電化製品いろいろ集めてたわけ で急に引っ越すってことになって、だいぶちっちゃい家に引っ越すことになってんな。3分の1ぐらいに引っ越すことになって、でその食器立てとか、あの入らへん、もう捨てなあかんねん。でも必要なものだけ言うたら洗濯機、テレビとか必要なものだけ運ばなあかんってなって、もうその運ぶ当日もう俺らもその言うたら学生やし、吉本の養成所やし、お金もない時にもう友達に頼んで、全員でもう引っ越しお願いしますって、軽トラ持ってきてもらってな、ゼロ円で言うたら引っ越してたわけやけど、引っ越しました。引っ越した家はもうこの日から使えません。その日から引っ越して組み立てて全部して上でそこで過ごさなあかんっていう時に、まあ人数少なかったからとりあえず運ぶだけみたいな状態になって冷蔵庫とか持ってきたけど、5階やったな、あれな、5階やって、まあまあしんどいねんな、あれな。まあまあしんどかった。冷蔵庫、洗濯機とか持ってくるのもだいぶしんどかって。で、まあ、無事とりあえず家に入れたら、なんとかやるわって、俺もできそうやったから。運んで運んで、全部家に詰めて。まあもう何も片付いてないけど、まあ引っ越してそんなもんかなと思ってたら、で、まあ寝ようかってなったら、死ぬほど泣き出して。って泣き出して、俺な、その第一声覚えてんねん。全部適当に、とりあえず、リビングというか、あの、一番大きいとこに置いたから、テレビも、電子レンジも、荷物も、言うたら、ラックとかも、全部とりあえず置いて、中に置いてくれたら、俺が全部省くからって言うけど、もう疲れすぎて。よし、じゃあとりあえず寝ようかってなった時に、怖いと、あゆが。あ、俺それ、怖いって言われて、何が怖いんと思って、とりあえず寝ようかってなって寝たら、洗濯機がここじゃないって泣き出して、うん、そうやね、そうやね、そうやね、これも深い意味があって、もう普段いつもちゃんとしてるとこにやりたい人やから、ここじゃないの分かったんやけど、とりあえず明日しようっていう気持ちでやったんやけども、ここじゃないって泣いて、俺も辛いなと思って、ない、俺もないだな、そんなんやったっけ。あの引っ越しはもうほんま怖かったよ。あれ、俺一番の思い出というか印象に残ってる、あそこに引っ越させてしまったみたいな。引っ越したくはなかったけど、うん、全部捨てて来てくれたから、夢のためにそっちの方が都合がいい、その立地の方が都合がいいってなって、当時だから一人暮らししてた時に 3L ぐらいの 3DK か 3LDK かぐらい、うん、めっちゃ大きいところに住んでたのに、うん、いきなりワンルームに引っ越ししますってなって、でもそっちの方が都合がいいですってなったから、じゃあ行きますって言ったものの、何にもいざパッて来たら冷蔵庫ここじゃないってなって、うん、そう、でもまずあれもうごめんなってなったけど、冷蔵庫だってリビングにあったもん。まあまあそうやな、あれ多分俺の最初の動画はそうやで、堀江や、そう、あの荷物だらけの一番最初の動画、そう、一人暮らししてた時はベッドもあったのに、その引っ越しの業者にも頼んでないから、お友達にやってもらってるから、軽トラで屋根もないから、その日台風やって、うん、まず一番初めにベッド水没しました。そう、
捨てたもんな。捨てた。うん。一回ニトリで甘宿りしたけど無理やってんな。無理やって、なんかもう着いたらもうベッド水没してます、家電びちょびちょですみたいな、悲惨な。生き残ってんのはで冷蔵庫と洗濯機だけやったもん。水強い電化製品だけ。でもそれもなんかもうゴミ袋とかブルーシートとかぐるぐる巻きにして。俺さ、あん時思い出したんやけど、風呂とか入ってた？入ってたよ。あ！でも一番ひどい、一番ひどいのはその初めて地元から出て初めての土地で、でしかも3分の1ぐらいの小さいお家に住まわされてるのに、そっから2日3日ぐらいタイ行ったからね。あ、そうや、俺がソサイチ代表の時や。そう。あ、引っ越した次の日ぐらいやな。タイ行ったね。に、ソサイチ代表で世界大会に、日本代表で世界大会に、タイに行ったよ。3日後ぐらいかな。そうや。そうで、次の、引っ越した次の日も。あれ、いかついよな。ほんまに寝るの怖いから、大都会なわけで。うん。そこで寝るの怖いから、寝るまで一緒におってっていうのをやってたのに、急に、電波も届かないところに行かながら、そうやそうや、俺もそう、俺もその時は申し訳ないと思ったけど、ソサイチの日本代表になった時にアユを引っ越したての家に置き去りにしたい。空港出るまでは連絡ついてたけど、そこからもう連絡つながれへん。そうや、うわこれ多分初やわ。見知らぬ土地に置いていかれ、家具もそのままで、そう、ここ冷蔵庫じゃないのにとか、ここ洗濯機じゃないので、俺帰ってきてから必死にやったら、止めてたガムテープのやつが全部ベタベタにくっついてて何も取れへんなって。そう、で未だになんか洗濯機とかも謎のガムテープの跡だらけとかで、すごい腹立つ。あ、うん、でもやっぱあるな。いや、その時代は今話さなこの出てこへんかったも話、うん、もう本当にひどかった、この人。ダメとこシータ、ダメとこシータ、あい。いっちゃんひどい話するゲームせへん。うん、めっちゃ出てくる。一番ひどい、わー、これひどいなっていう。一番ひどいのはやっぱり置いてけぼりにされたタイの話。あれはほんまにひどかった。でもさ、あれよう考えてみるね、今ソサイチ今プラモンやってるやん、代表なってあれ行かへんかったらあんま今説得力ないで。俺一応ソサイチ日本代表やから、うん、それがあってな、その見捨てではないけど置き去りにして行ったっていうのはそれを踏まえて行ってたから。めっちゃ置き去り、でもなんかこうやって今はなんか置き去りにしちゃってごめんねぐらいの感じで言うけど、やっと何日かその遠征、うん、あれ世界大会な、東大会行って出発してしばらく連絡も返ってけえへんくて、何日かした後に連絡来て電話かかってきたからなぁと思って出た。そうや、連絡取られへんからな、そのタイの挨拶しないとき、サワディか、そう、それが第一声やった。タイの人なってるやん、じゃあ。え、俺タイの人なってるやん、じゃあ。引っ越しでついてきてって言われてついていて、で置いてけぼりにされて何日か後にのやっとこさの連絡の第一声、サワディーかおもろいかなと思っておもんない、おもんない。あ、もうここから帰りたくない。でもすごくない、しかもうんこしながらとかやって、そうやったっけ、うん、なんかタイのご飯が、お水もご飯も体に合わへん、濃い食わされてん俺タイ、でも体に合わへんからって言ってるよ、なんかトイレから下痢だらけでしょ、食べへんねんって。タイ俺も行きたない。サワディーカープでうんこの音聞かせられながら電話したで。でサワディーカープとか言ってふざけたな。こっちは号泣やで、もうでもない、もう泣く泣く一人泣いてとか、いや生きてたんやのぐらいのテンションやったで。それちょっと強がるさ。これでもまずその序の口の話やから、序の口、こんなのは序の口、もっとひどいよこの人。そう、そういうのもありきの。でも帰ってきた時はごめんねっていうニバ連れてってくれたで、うん、ニバ連れてってくれた。そう
ねえ、今じゃありえへんけど、あのユニバの芝生のところ寝っ転がって一緒に写真とか撮ってくれてる。今も撮れるよ別に。全然今撮れるけど。梅梅チャンネル。こっからお酒をもっと飲んで、より激しい、この続きもっとグロい、グレーでレッドゾーンの話とかをしながらお酒を。梅ちゃんのプロポーズで、梅ちゃんの告白の日とかめっちゃ面白かったで。うん、もう喧嘩したかもしれへんな。なので、これぐらいじゃないんで、もっと深い酒飲んだやつを言いたいと思います。ありがとうございました。もっと際どい怖い話はこの次の動画がね、やりますんで見てください。僕全然シラフです。